アクアできたならじゃあ、はい、次メグミンだ。おメグミンの顔芸って言ったら、メグミンの顔芸って言ったらこれを高橋さんが一番わかるはず。あさあ皆さんの力を借りて、おあれこれは顔で答えてね、あ今寝そべりました、異世界ミュージアム入り口、あこれは寝ている、この顔ということよろしいですか。よろしいです。はい、きっとですね異世界ミュージアム皆さんが足を運んだ際に、あここ高橋さんが寝たとこだ、やめろ、もう一つ聖地ができましたねここで、やめろ。